おい、もうやめろよ、セリカ。あれ？でもこの時点でもう、死んでるよね、レイ君は。あれじゃ、レイちゃんは。あ、なんだ、急に。あれ進めてないのに勝手に進みました。一連の作業を終えて部屋に戻ると、鬼怒川レイは次なる準備に移る。問題ない。あとは俺の思い通りに動けば。ん？鬼怒川がこれからやろうとしていること、それは下手をすると犯罪になり得るかもしれない修行だった。だが今更そんなことを恐れても仕方ない。これまで役者として成功するため、どんなことだってしでかしてきた。生半可な気持ちで芝居をする連中とは距離を置き、妨害する人間を排除するべく、一見すると罪になりかねない行為にも手を染めてきた。その後の処理についてもきちんとプランを練ってやる。その後に及んで中止するわけにはいかなかった。それは目の前に転がったせっかくのチャンスを棒に振ることにも他ならない。目の前にチャンスがあって、自分の頭の中にはそれを手にする方法がある。ならば行使する権利もまた自分にあって然るべきなのだ。扉をノックする音が聞こえた。おう、待ってろ。今、鍵開けるからさ。鬼怒川がスマートロックのパネルを操作すると、恐る恐るといった様子でノブが回る。電気の消えた廊下にスマホのライトを向けると、鬼怒川が最初に呼び出した一人、ウリュウが立っていた。あ、なんだ、こんな真夜中に。ウリュウくん、なんか、あれなんかな、本当にその、レイちゃんのことが好きで、付き合いたくて、またよりを戻したくて、ここに来たんだろうけど、でもなんか、その割にはさ、レイちゃんのことを悪く言うことも結構多かったよね。なんか、好きなのか嫌いなのかは全然よくわかんないわ。真顔を装っているが少しニヤついているのが嫌でもわかる。ちょっと気持ち悪いよね。このレイちゃんからしてみれば、なんかレイちゃん視点で見るとウリュウ君キモいな。ゴールデンウィークの直前に少しで関わりを持っただけで、向こうは勝手に恋仲と勘違いしたらしい。え、やべえやつや。おかげでその後も散々面倒な目に巻き込まれた。まあ入れって。締まりのない口元にぎこちない襟を浮かべつつ、ウリュウは後ろでインドアを閉める。相手がどんな妄想を膨らませているのかなどを手に取るように分かった。こういう旅先でかつてそれらしい間柄になりそうだった異性から、真夜中に呼び出されれば誰しもが至りそうな想像。ただでさえ女子とそれほど関わりの少ない高専に3年も在籍しているようなウリュウなら、十中八九その例に漏れないだろう。まるで鬼怒川の次なる言葉を期待するように無言のまま見守るウリュウ。そんな小便臭い態度に辟易しながら、鬼怒川は一つ息をついて、率直に言うわ。湯川さんに今回の作品の主演を俺にするよう頼むの手伝ってくんねえか。回りくどい説得は好きではない。相手をおだててすかして褒めそやし、へりくだって頭を下げるなんてまでは、一介のサラリーマンにでもやらせておけばいい。案の定拍子抜けしたように表情がこわばるウリュウ。まるで淡い期待を打ち砕かれたかでもしたような声色が何とも滑稽だ。聞こえなかったのか、セリカって女の代わりに俺が、今作の主演になれるように協力しろって言ってんだよ。どうしても主演にならなければならない。そうでなくてはあの威張り腐った、岐阜の花を明かせないのか。そんなことできるわけ。そんなことのために呼び出したのか、とても問いたげだ。飲みにくいからはっきりと読み取れる。だいたいそんなの役場さんも許さねえだろ。あくまで穏便にことを進めたいらしいウリュウの態度に苛立ちが込み上げてきて、犬側は思わず舌打ちをする。そんなの関係ねえだろ。それに万が一ってこともあり得る。その時に俺を代役に推薦してくれるだけでいいんだぜ。楽勝だろ？犬側はすでに役を説得するための下準備は整えてあった。万が一ってことを起こすつもりでいるんですね、じゃあ。とりあえず明日は撮影が終わったところで解散という流れにはならない。なぜなら、帰りたくても誰も帰れないの。おお、お前か、やったの。この封印量まで残ってきた2台の車のタイヤは、鬼怒川の手で切り裂いてある。スマホが圏外のこの場所で迎えを呼ぶのはまず不可能だ。そうなれば、AI のメンバーが帰ってこないことに不審を抱いた誰かが様子を見に来るまで、全員がこの場に留まるしかなくなる。夕食前に念のため、この建物付近がまんべんなく圏外であることを確認しちゃった。ロケハンに参加した後で、鬼怒川が独自で調べた地点まで下っていく以外に、外部と連絡を取る手段はない。
たかが恋愛沙汰の良くない噂一つのために、もみ消しを図るぐらい、利己的な義父なら、鬼怒川の車のタイヤを切り裂き、といういたずらなど、どうということはない。鬼怒川とて主演の座を手に入れるくらいなら、車2台分のタイヤの弁償など安いものだった。続いてセリカは、明日の朝姿を見せない。いや、この人は、なんで、あれなんやろね、消えたっていうか、なんか、ウルフ君を利用したみたいな感じだったけど、どういうことなんやろね。なんか、昨日この、早乙女君を消すためにウルフ君を利用したみたいな言ってたけど、ちょっとよくわかんないな。そうなれば、主演はいなくなり、撮影は続行不可能になる。そこで、鬼怒川が代役として名乗りを上げれば、残った時間と、外部との連絡が取れるまでの追加時間で、鬼怒川霊を主演とした映像の撮影が可能となるわけだ。だが、鬼怒川自身が唇を切って代役を実践すれば、いくら何でも怪しい空気が立ち込める。前回の合宿がそうであったように。だから、自分以外の第三者の協力が必要不可欠なんだ。そのためには、ウリュウが言ってくれることが望ましい。というより、現段階で鬼怒川が懐柔できそうなのは、ウリュウしかいないのだから、彼にはどうあがいても動いてほしかった。いや、無理だ。頼む、分かってくれ。鬼怒川に背を向け、部屋を出て行こうとするウリュウ。あっそ、まあ、あんたがそういうつもりなら別にそんでもいいんだけどな。どういう意味だ？あんたさ、俺に逆らったらどうなるか知ってるっしょ。いざって時は親父に泣きついたら、あん時の責任全部あんたに押し付けて、退学にだってできんだぜ。ウリュウがこちらを向き直った。驚きに目を見開いて唇を震わせている。なんだよ、当然だろ？だってあれは俺も被害者なんだぜ。入学早々あのスキャンダルのせいで立場が危うくなりかけたしさ。そもそもあんなぐらいで彼氏気取りとかマジでどんだけ女慣れしてねえんだよって話な。てめえの勘違いでこっちはいい迷惑してんだよ。償いだ償い。長い間溜め込んでいた分は一度口を開いてしまえば席を切ったように流れ出ていく一方だった。自分でも吐き気を催すような殊勝な態度で少し乙女チックな姿を演じて見せただけなのに、顔を赤くしたり青くしたりするウリュウはそのまま従順なペットでいてくれれば何の問題もなかった。週末の旅にデートに誘ってきたり、断るごとに電話やメールを飛ばしてくる様は、はっきり言って鬱陶しいの一言に尽きた。それだけの犠牲を払ったのに、肝心の早乙女優斗に関するプライベートの情報は、何一つ得られなかったのだから最悪だ。どういうことなんやろね。この、早乙女なんとかくん。唯一得られたのは、地元は一緒だが、学校は隣であるという何の価値も面白みもない情報だけだった。ゴールデンウィークの合宿が近づくにつれて、早乙女を追い込むための次なる情報収集に行動に移したかった鬼怒川にとって、ウリュウの存在はもはや邪魔以外の何者でもなかった。恋愛沙汰で困っているのではないかと心配して気を回した義母が、通達したことで義父が見せた面倒くさそうな顔。お前は私の顔に泥を塗るつもりか。そんなん知ったことか。第一、親父、義父の顔を立てるために行きたくもなかったこの学校に通わされる身にもなってほしい。そればかりか勝手に勘違いして火消しに奔走する義理の父から大目玉を食らって4月の下旬頃からはずっとイライラとした日々を送る羽目になった。ああ、こんな面倒なことになるんだったら早乙女のやつを消すためにあんたと関係持つんじゃなかったぜ。そこまで言い切った瞬間、早乙女くんに何をしたのあなたは。てか早乙女くん、室内の空気が凍結したように静まり返ったのを感じた。あ、お前、まさか。あれは早乙女を、それまでとはまるで別人のようにか細く震えた声を漏らすウリュウ。そうだよ。何？気づかなかったのか。だいたい誰があんたみたいな金属バカなんか好きになるかよ。たく、なのに結局あんたと、早乙女は中学も違うし情報は入ってこねえし、余計なトラブル増やすしで最悪だぜ。と、突如喉元が急激に苦しくなった。何が起きたのか理解するまで数秒を要した。ウリュウが鬼怒川の首を両手で締めていることに気づくまで。怖っ。お前のせいで俺は。どうした？背中に激しい衝撃。落下したスマホの明かりが、ウリュウの顔を照らし上げる。目血走ってるよ、リュウ君。鬼のような形相をして数センチ先まで迫る彼の表情。その目はすでに正気を失っているように思えた。まあ、自業自得ですね。若。必死に声を絞り出そうにも、それは声にならない。
首にかかる瓜生の両手を外そうにも力の抜ける気配が全く感じられない。両足をバタつかせたり身をよじったりしても状況は何一つ変わらなかった。嘘だろ。俺、こんなところで死にたくない。まだ何も夢を叶えてないんだ。一流の役者になって銀幕や舞台の上で脚光を浴びて、日本中に、いや、世界中にファンを作って、日本を代表する役者になる。そんな夢を叶えないままこんなところで死ぬなんて。こんな奴に。と、スマホのライトがウリュウの首に何か光るものを照らし出した。しかし、どうせ死ぬなら、ただで殺されば。うちっと最後の力を振り絞った右手に手応えがあって掴んだそれを自分の口の中へ入れた。そっか。これは罰なのか。意識を失う直前、キネ川が考えたのはそれだった。ウリュウを説得した後、キネ川は最後の仕上げとして、草薙セリカを殺すつもりだった。いや、殺すつもりというと語弊がある。それはあくまで最後の手段だ。キネ川が主演になるためには、セリカにはこの場から消えてもらう必要があった。それを彼女が素直に飲んでくれさえすれば、何も手を出すなんて真似はしないつもりだった。万が一に備え、夕食後にご両親地点まで、自分の部屋をこの場所に変更してもらったのも、言うなればその最終手段を考慮してのことだった。そんなに悪いことかよ。俺はただ本気でいい映像作品を作りたかっただけ。いや、人殺しじゃん。ただの人殺しですよ。犬川の首の皮膚に食い込んだ指先がなかなか外れなくて苦戦した。月明かりさえない温度時期の夜、視界の隅で的外れな方向を照らすスマホのライトが、かすかに目の前の光、目の前の光景を捉えた。歯を食いしばり、苦しげな表情で動かなくなった木の川。半開きの目の奥では、うっすらと白目が顔を覗かせる。おい、木の川？小声で呼んでみた。だが、固く噛み締めたように閉じた口はピクリとも動かず、それに応える気配は見せない。何が起きたのか、いや、自分が何をしでかしたかなど、火を見るよりも明らかだった。俺が殺した。そうだね。殺したね。殺したね。殺してしまったね。鬼怒川レオ。どうする？どうしたらいい？荒くなった呼吸と上下する肩の動きに合わせて滴り落ちる汗。みんなに言うしかないか。震える手で床を突き上げるようにして凝り固まったように動きの鈍った、腰を上げる。それまでとは目と鼻の先にあった鬼怒川の姿が少し遠くなって、力ない視線でそれを見下ろしていると不意に。一体どうなる？それは天の啓示か悪魔の囁きか。衝動的とはいえ、鬼怒川を殺してしまったことは事実だ。だが、それが公になったところで果たしてどうなるというのだろう。でもさ、ウリュウ君は、鬼怒川ちゃんのことを殺さんかったら、もしかしたらセリカちゃんが殺されてたかもしれないんでしょ？なんとも言えないね。ウリュウの人生は間違いなく終わる。でも、少年法みたいなんで、守られるギリギリの年齢じゃないか。18歳ってどうだっけ？もう成人として扱われるんだっけ？その辺あんまり詳しくないけど、少年法で守られる年齢って、18歳までなのかな？ドラマや漫画の主人公のように、輝かしいものではなかったが、それでも一応は人間として真っ当な道を歩んできたつもりだ。学費が安いとはいえ、こうして国立高専に隣の県から毎日通わせてくれた両親がいる。もし、ウリュウが鬼怒川を殺して罪に問われることになったら家族はどうなる？犯罪者の子供を持つ親などレッテルを貼られ、職場を追われては、未来永劫世間から後ろ指を刺され、それでも遺族に頭を下げながら生きていくだけの毎日が待っているのではないか。いや、待ってるよね、これ。だってさ、鬼怒川くんじゃなかったちゃんの、家のお父さんとお母さんは、もうそんな感じの人たちでしょ。ね、攻め立てるような人たちでしょ。とんでもないことが待ってんじゃねえか。ウリュウ君のお父さんとお母さんかわいそう。こんな奴のせいで、お前がやったんだぞ。まるで鬼怒川霊に人生を狂わされた気分だ。いや、かわいそうだな。でもウリュウ君もかわいそうよ。元はといえば全てこの女が近づいてきたことが原因じゃないか。八乙女のやつを消すためにあんたと関係持つんじゃなかったぜ。
でもさ、早乙女くんってさ、男の子でしょ？その子の役を取りたかったの？男の役を取りたかったの？それとも女役やってたの？ウリュウの心中の変化に拍車をかけるように、キルガワの最後の言葉が脳裏に蘇ってくる。そうだ、そうだよ。全部こいつが悪いんだ。こいつが勝手に勘違いして俺を利用しようとして、俺に一方的に迷惑をかけたからこうなったんじゃねえか。ふつふつと闇の中で浮かび上がってくる冷たい感情。なんでこんな奴のせいで俺の人生が終わんなきゃなんねえんだ。心のどこかでいけないと思う、いけないという思いは確かにあった。だが、こんな奴、こうなって当然なんだ。そうだ、全部こいつの自業自得だ。徐々に湧き上がってくるその考えを抑えることはできるはずもなかった。こいつが早乙女を。とその時、とんでもないことを思いついた。それは3ヶ月前のゴールデンウィークの合宿で2日目の朝に逃げ出したらしい早乙女優斗の一件を思い出した際に浮かんだものだった。こいつの死体をどっかに捨てちまえば。その後。え、どういうこと？早乙女くんの時に浮かんだってどういうこと？ウリュウは急いで自室に戻ると、持ってきた、小道具の中から刃物になりそうなものを選び出し、鬼怒川の遺体をバラバラにしようと試みた。鬼怒川の遺体を外へ捨てる算段を考えたが、窓は頭一つ分しか開かない上に、非常階段の扉も立て付けが悪いらしく開かない。窓から階段の錆び具合を見ても使用するのは危険だと思われた。まさか内部を通して死体を運ぶなんて真似はできない。誰かに目撃された時のことを考えると、寮内の階段も使いづらいと考え、結局バラバラにしてポリ袋に包んで、窓から放り出すしか方法はなかった。当然このまま明日になって遺体が発見されてしまえば、警察への通報は避けようがない。そうならないためには、今夜中に遺体を始末するしかなかった。ダメだ、時間がかかりすぎる。どうにか首を切断したものの、これまではどれほど急いでも、各部位の切断にはそれぞれ40分以上要してしまう計算になる。おっさんの思いつきとはいえ、人間を一人バラバラにするなどとてもじゃないが簡単な作業ではないと痛感した。どうする？主を失ったベッドに腰をかけ、むせ返る血の匂いに顔をしかめながら呼吸を整えていると、あれ？この時にベッドの縁に血がついたのか。自分の首に下げていたネックレスの存在がないことに気づいた。どこだ？スマホのライトで当たりを照らしながら懸命に探す。犬川を殺す際に弾みでエクスラルニーガーが切れて落ちたのだろうか。もしそんなものが現場から発見されれば言い逃れはできない。犬川の口の隙間からすり足し小さな鎖がこぼれていることに気がついた。ちゃんとやんなきゃ、犬川ちゃん。バッチリと歯が閉じられていてこじ開けることは非常に難しい。犬川のやつめ。床に転がった血まみれの頭部を眺めながら必死に脳みそを絞りつつ、どうすべきか考えているうちに換気のために開けておいた窓が目に入る。こいつだけでも、バラバラにする作業を中断したとはいえ、頭部だけを切断したことには意義があった。カチカチと脳内に組み上がる妙案、やるしかない。ウリュウは切断した頭部を袋に入れると、口を縛って窓際へ歩み寄り真っ黒な闇の中へそっと放り出した。意外に重量感のある鬼怒川の頭部は少しの間を置いて地面に落下したらしい音を立てた。人間の体の中で一番重たいのって頭部らしいもんね。それを確認すると運び込んだ道具類一式を揃えて抱えて廊下に出る。なんか飛び降り自殺とかするときもさ、頭が一番重いから結局足から降りても頭の方は下に来るらしいですね。なんかそういう風に聞いたけど。室内の痕跡などを、血痕などは後々戻ってから胴体と共に始末しようと考えていた。というより、その時、ウリュウにとっての最優先事項は何よりもまず、犬川の口の中にあるとおぼしき自分自身につながる物的証拠を回収することだった。まさかその後、予想もしなかった事態に見舞われることなど、この時ウリュウは微塵も考えていなかった。あれだよね、密室にされるんだよね、セリカちゃんの手によって。約束の時間に少し遅れてしまった。え？ 5 分でやったの？スマートロック変える作業を？早すぎじゃない？いや、それかちょっと前に来たのか。約束の時間に少し遅れてしまった。やはり、福原の部屋などよらず、まっすぐに向かえばよかったと、セリカは小さくため息を漏らす。あ、これセリカちゃんの視点か。行く前に、福原くんのとこに寄ったんだ。ところが312号室の扉の前まで来たところで何か嫌な気配がした。何？
動物の死骸が放つような悪臭。もともとこの廃寮内にはそれらしい匂いを立ち込めていたものの、到着後に窓を開放して風を入れたために少し落ち着いていた。だが3階の北棟の廊下を曲がった頃に覚え始めた違和感は、廊下の突き当たりまで歩を進めたところでピークに達する。え？ああ、ドアがちょっと開いてんな、確かに。私、失礼します。しかし、ノックをしても、返事がなかった扉を、恐る恐る開いて中の様子を目にした瞬間、彼女は頭が真っ白になった。これ、あれか、やっぱ一時に呼び出したのってさ、あれか、人を、もう最悪の場合殺すためにその深夜に呼び出したんだね。10年前の土砂崩れで両親を失った。隣に住んでいた優しそうなおじさんもおばさんも、向かいに住んでいた一個下の幼馴染を、あの災害があって生き残られとなったたった一人の妹、レイ。そのレイが今、こうして目の前で、信じたくなかった。目の前に転がるのは10年前に目にしたものと同じただの抜け殻。それが自分の妹のものであるなど受け入れられなかったし、そもそもそれが本当に人間の抜け殻なのかという疑問さえ覚えた。なぜならその抜け殻には頭が、首から上が存在しなかったのだから。広く作り物めいた人間の首なし死体。古来より人間の、魂は頭そのものだったのだろうかと勘違いしてしまう情景。5分、いや、10分はその場に立ち尽くしていただろうか。例。室内の首なし死体のそばにかがみ込んで、左足の指の長さを確認してからは、かたくなに拒んでいた脳が徐々に現実を認め始めていた。例、例が死んだ。セリカを引き取ったおばが、妹の引き取られた先を教えてくれたのは、今からおよそ2年近く前のこと。そうだね、おじさんがね、この学校、に、入れようとしてたんだよね。レイちゃんをね。進路を迷っていた時期で理系の道に進みたいという気持ちはあったが、進学先をどうするべきか悩んでいた頃。妹と同じ学び屋に通いたいという少し不純すぎる動機にも思えたが、いろいろと考えた結果、それ以外の付加価値が一般の大学に比べて多いと判断して入学を決めた。かわいそうにな。妹が本当にこの高専に入学するかなんて分からなかったのだから、一種の賭けに近かった。犬川麗の名を探して回り、ようやくたどり着いた映像制作愛好会。自分が実の姉だということを相手が知らなくても構わないと思った。10年前に途切れてしまった道の続きなのだぞ。あの災害がなければ、ゆくゆくは同じ小学校を卒業し、同じ中学に入学していたであろう道。その続きをたどることができたように思えて、ただそれだけでいいとさえ思えた。ところが、眼前の光景はまるであの土砂崩れと同じようにセリカとレイを引き離した。永遠に巡り合うことの叶わぬ隔たりの向こう側へと。まあ、自分も死ねば会えるんですけどね。誰が。状況から見て明らかに何者かが悪意を持って手にかけたことは疑いようがなかった。誰がレイを。セリカにとってその相手が、かの災害と同じカテゴリーに属するように思えてならなかった。まさか、この近辺に徘徊するという廃寮の悪魔の仕業だなんて、そんな非現実的なことがあるはずもない。可能性はゼロではないが。どうすれば。ああ、密室にしようって思い立つまでには、時間がかからなかった。持ち去ったというわけだ。ならば、この部屋自体を封じてしまえば、おのずと犯人の手元には切断された頭部が残る。ああ、なるほどね。切断した頭部を抱えたまま自爆してくれればいいとさえ思った。頭部だけをどこかに処分されたとしても、312号室に犯人が出入りできなければ首から下の胴体だけは残せる。犯人が残った胴体を処分するのを防ぐことができれば、それだけでも間違いなく警察は動いてくれるだろう。ああ、そうなの？この時間帯に全員が起きている保証もないからだ。さらに、こんな時間に312号室に出向いた理由を疑問視され、彼女自身に疑いの目が向くなんてことになれば、犯人の思うツボだと思った。下手されると、下手すると寝ぼけていたなどと言われて、結局、妹の死がうやむやにされてしまう恐れもある。
ああ、そうだね。ゴールデンウィークの時に同じようなことがね。犯行現場の保存という点に反してしまうが、少しばかり手を加えてでも犯人を追い詰める方がいくらか分があると思えた。単に遺体発見を報告して回ることでかかる会議、権疑に比べればはるかにマシだ。そうなんだね。工具を使ってね。犬川くんのちゃんの頭を抱えて自爆しろと。もろもろの道具を手に自室へと戻る。自分が辿る破滅的な運命などこの時彼女はまるで知る由もなかった。ああ、最終的に捕まっちゃうもんね。でも、マジで下手したら連続、ただの連続殺人鬼だからね。そうなるよりは断然良かったんじゃない？確かにベストエンドだわ。さあ、これが最後ですね。お、セリカちゃんですね。もう最後までやり遂げた後の話かな、これは。部屋にも入ったらドアだけでなく窓にもバリケードを築いてほしい。ああ、言ってた言ってた。これさ、この後どうなったんだっけ？生まれて初めて人を殺した。最初は小道具として用意されていた包丁を潰しの甘さに漬け込んで突き立てるだけでいいと思った。息の根が完全に止まるまでは魂が器に残り続けるような気がして、灯油を撒いて火を放った。誰の話だっけ？隣の部屋に炎症しないよう、遺体がいい具合に燃え立った段階で火は消しておいた。今日の昼過ぎ一度自分の部屋でやったためかなんとなく加減が分かった。あの時は少し失敗して部屋全体を焼いてしまったが、自分の死を偽装する第二の事件も、ここでの犯行もうまい具合、昨日の夕方、役場から聞かされた階段になぞらえることもできたように思う。遺体は後々のことを考えてバラバラに刻んでおくことにしたウリュウ君か。自分や鬼怒川霊の遺体が消えたことが発覚するのは時間の問題だ。その不自然さを消すためには多少面倒だが、この遺体も後々運び出す必要がある。そのためにできることは先にやっておきたい。焼け焦げて悪臭を放つウリュウの遺体の首に包丁を当て、弧を描くようにゆっくりと持ち上げ、骨を立てるくらいの力が加わる勢いで振り下ろす。こいつが、例にそうしたようにね。ロクを目にした瞬間、ある程度は返答がついた。そうよね。自分が行って殺されてたっていう時間帯を考えてみれば、それはセリカちゃんにはわかるわな。妹を殺した犯人は彼ではないのかと。しかしそれでもまだ確証は得られなかった。312号室の扉と鍵を交換してしまったことで自分が疑われることは想定の範囲内だった。だが逆にそれを口実に自室へとこもるという建前で、312号室を調べる時間が確保できるという考えを改めた。もちろんそうなるよりも前に犯人が尻尾を出してくれることが望ましかったのだが、現場を密室にした程度ではなかなかボロを出してくれない。セイカちゃん一緒に行ってくれなかったもんね、この時。自分一人で行ったんか。なんちゅうやっちゃ。推理のために時間を捻出することと相手をさらに追い詰める目的で今度は自分自身を殺してみせた。そうしてようやく到達した結論が、鬼怒川霊を殺した犯人はウリュウであるという推理だった。一旦全員が引き上げるのを待ち、焼けたベッドの下から入れると、今度はウリュウの部屋まで向かい、ドアをメモに挟んでおいた。これこれこれ。どういう内容を書いたのかな？予想もしなかった第二の事件の勃発に加え、その罪までも着せられるかもしれないと怯えていたであろう彼にとって、あの内容は相当答えたはずだ。もう、後でノックします。鬼怒川霊の死についてお話ししたい。終わった。ウリュウが死んで彼女の目的は達せられた。だが、あれほど望んでいたはずの結果を得られたというのに、どうしても気が晴れない。普通にさ、鬼怒川くんのさ、鬼怒川ちゃんのさ、殺されたタイミングで、首がないってなった時に、普通に凶器を構え、持って構えて、で、ウリュウくんが部屋に来たところを襲えばよかったんじゃないの？普通に。もう、私は。と、この隣の部屋にいるであろう六原の顔が浮かんだ。私は殺意と同じ道を歩けないんだ。何かが頬を伝ってきた。
床に落ちれば、それが後々に警察の調べで彼女のものと判明してしまうと思って慌てて脱ぐ。薄暗くなった部屋。でも、そっか。私に残された道なんてもう、一つしかないじゃんね。自分はすでに死んでいるはずの存在。それは忘れて今更誰かと行きたいなんて、なんておこがましい話だろう。唐突に10年前の災害で崩れた壁の中から、壁の下から瀕死の妹を助け出した時の記憶が蘇る。見慣れた家が悪魔のように変貌して食らいついてくる恐怖。今しも鋭い牙が突き立てられようとしていた霊の肩を引きずり出して朦朧とする意識の中、歪んだ廊下を懸命にかけた9歳の夏。もしかしたら、あの時、私も霊も死んでたのかな。抜け殻のようになった父は最後は顔さえ見ることも許してもらえなかった母。あの日を境に彼女の中で何かが壊れてしまった。多分顔を見たらショック受けるからだよね。だから見せられなかったんだよな。それはそう。妹の首出し死体を美にした時も、今こうして自らの手で泣き物にしたウリュウの泣き殻を、目にしても何一つ心が動かなくなってしまうくらいね。心が壊れちゃってたのかな。セリカは回り右をして203号室を出た。ウリュウの遺体が発見されるまでは、いつでも遺体の片付けに乗り出せるよう準備をしておかなくては。ん？と、廊下に出たところで、そこに別の影があることに気づいた。205号室前で何かを抱えるように彼女の棒を向く、その人物は1年生のぬくい幼稚郎だった。セリカは頭が真っ白になる。油断した。ウリュウを刺し殺す際は、返り血を塞ぐべく噛みつけていた花瓶だったが、火を放ったり、遺体を切断するときは外していた。当然、目的を達成した彼女が再び仮面をかぶる必要性を鑑みることはなかったため。ああ。だが、それ以上にうろたえているのはぬくいの方だった。それも至極当然だろう。すでに殺されたと思っている相手が、それも首を切断されて死んだと思っている人物が、いかにも犯人でございますという風体で目の前に現れて平然としていられるはずがない。しかし、その時のセリカは、姿を見られたから口を封じなくては、などといったものとは別の、もっと違った部分に目と意識が向いていた。カッターナイフ？それは、ぬくいの手に握られているカッターナイフの存在だった。よくよく考えてみれば、こういう事態に陥って真っ先に自室を逃げ帰ろうとするような彼が、一体なぜ部屋から出てきたのだろうか。その疑問は、セリカの方へ切っ先が向けられるそのカッターナイフが目にした瞬間に評価した。これほどまでにまがまがしい雰囲気を醸し出すそれが単なる誤信用だったとは思えない。まさか間違ってたの？あらゆる可能性が浮かんでは消えた。犬川霊を殺した犯人はウリュウではなかったのではないか。いやー、あのログ見たら、いや、ぬくい君は真っ白だって、本当の犯人であり、自分は全く関係ない人間を手にかけてしまったのではないかという記憶。目の前の一年生は単に疑心暗鬼に囚われて自分以外の生存者を泣き物にしてしまおうと思い立っただけなのだろうか。誰かが一歩踏み出すとぬくいは一歩後退する。それがまた一歩、二歩と冷戦状態は続いた。戸外を吹き荒れる風の音が一段とその勢力を増したように感じる。セリカとぬくいの放つ足音はそんな風音にさらわれて消えていく。途端ぬくいは厳しさを返してダットのごとく駆け出す。セリカも慌ててその背中を追った。こんなでも足音立ててたらみんなわかるでしょ。確かめたかった。一体あのカッターに何の意思が込められていたのか。ところがそれは叶わなかった。廊下を左に折れた先からバタバタと激しい音が聞こえてきて、少し警戒しつつもその先を伺うと、階段の踊り場に伸びて動かなくなったぬくいの姿があったからだ。この後遺体も消えちゃうんだよね。ぬくいくんのご遺体もさ。